ニオブララ軍は、アメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は2286人で、州内では一番少ない。軍庁所在地はラスクである。ニオブララ軍は1911年に組織された。アメリカ合衆国統計局によると、この軍は総面積6806平方キロメートルである。 このうち6801平方キロメートルが陸地で5平方キロメートルが水面である。総面積の0.08%が水面となっている。ミオブララ軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でこの軍は2407人、1011世帯及び679家族が暮らしている。人口密度は0平方キロメートルで0 平方キロメートルの平均的な密度に1338件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人98.05%、アフリカンアメリカン0.12%、先住民0.50%、アジア系0.12%、その他の人種0.50%、及び根結0.71%で、 人口の1.50%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち35.1%がドイツ系18.7%がイングランド系11.2%がアイルランド系5.7%がアメリカ系移民の子孫である。1011世帯のうち27.10%は18歳未満の子供と暮らしており、 57.60%は、夫婦で生活している。6.00%は、未婚の女性が、世帯主であり、32.80%は、家族以外の住人と同居している。29.50%は、独身の居住者が住んでおり、14.10%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.28人で、あり、 家庭の場合は2.81人である。軍内の住民は22.60%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が6.10%、25歳以上44歳以下が26.00%、45歳以上64歳以下が26.60%、及び65歳以上が18.70%にわたっている。 中央値年齢は43歳である。女性100人ごとに対して男性は95.20人いて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は88.80人いる。この軍の世帯ごとの平均的な収入は29,701米ドルであり、家族ごとでは33,714米ドルである。 男性の25,909ベ米ドルに対して女性は17,016ベードルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は15,757ベードルである。人口の13.40%及び、家族の10.70%は貧困線以下である。 18歳未満の15.00%及び65歳以上の15.60%は貧困線以下の生活を送っている。ラスクの標識。超国勢調査指定地域。ワイオミング州ニオブララ群の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年9月19日閲覧。アメリカ合衆国統計局。2008年9月19日閲覧。 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステーツセンサスビューロー、http コロンスラッシュスラッシュ factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。